はい、どうもクマです。グレイツェルを爆裂拳で倒していきたいと思います。はい、一応装備はですね、できるだけ悪魔特攻といいますか、悪魔の倍率が、ダメージ倍率が上がるように名獣の爪上 10% 上乗せっていうような感じですね。あとはアクセサリーは攻撃力が上がるようなものと、まあ、爆裂拳なんで会心が上がるような装備を、つけております。で、心がですね、こんな感じですね。もちろんバリゲーンですね。はい、バリゲーンに、あとは会心でトロールキング、本当は S がいいんですけど A までしか今まだないです。あとボストロールとアトラスで、悪魔に、10% ずつ入るように、真珠もですね、はい、したりありますね。アトラスが 5% だったかな。はい、ただね、力が強いんでアトラスを入れてあるような感じですね。なので、まあ基本的には捨て身かけて、まあ、ちょっとね、グレイツェルがパンパカパンがね、パンにされちゃうんで、みんな最初だけ守りの盾入れてっていうようなね感じですね。はい、まあ、グリーンガンがねむちゃくちゃ強いんで、早速怒ってくれたけど、まだね捨て身が入ってないんで捨て身をかけていきます。はい、まあ、ちょっと爆裂拳の影が薄まってしまうかもしれないんですけどもね、グリーンガムが強いので、念のため回復2枚っていう感じですね。はい、ここで、まあ、回復2枚なんですけど、パラディンはタンバリン要因みたいな感じですかね。タンバリンしてれば回復も上がるんで、ベホマラーも回復量上がるので、まあ、実質1枚でも、回復1枚でもいけるでしょうっていう感じですね。まあ、ちょっとね、7人参加してくれてるんで、まあ、簡単に倒せちゃうと思うんですけども、爆裂拳でどれぐらい出るかっていう感じですね。ここで怒ってくれたら、おっしゃ爆裂拳、戦機解放して爆裂拳やってくればもっといいんですが、一応このままいきます。いい感じで会心入りますね。13,000、いや十分強いでしょう。十分強いと思いますよ。ピックアップの武器じゃないですからね。いいですね、タンバリン。タンバリンなくても1万ぐらいはいい感じに怪人入れば出るんじゃないですかね。爆裂拳やっぱ強いですね。うん、爆裂拳さえあれば、あと心がある程度揃っていれば、ピックアップの武器いらないんじゃないかってぐらい強いですね。本当はこれでね、ルカニを入れたいんですけども、どうしようかなっていう感じですね。これで入ってくれるか、入らないっすよね、入らないっすよね。ヤマビコ、いやー入らないか、残念。とりあえず行きましょう、爆裂拳会心入って9600、強いでしょ、十分戦っていけるんじゃないでしょうか。さあさあさあ、いや本当はね、ルカに入れて爆裂拳会心見たいんですけどね。ちょっと回復を、グリーンガンもね強いですけどね。お、縛ってくれた。よっしゃ、ルカに行きましょう。入った、次チャンスですね。 OK、 ルカに入って、いやー、なかなかうまくいかないっすね。ここで激怒来てくんないっすね。激怒なしで9400。いや、これ激怒入ったらもっといい感じですよね。会心2回か。4回とも会心出たら相当っすね。OK。
まあ、回復寄りにしてあるんで結構回復しますね。オッケー、倒せました。まあね、ちょっと7人参加してるんで攻撃は爆裂拳数回ですけどもね、いや十分なダメージを与えれたんじゃないでしょうか。はい、という感じで、はい、爆裂拳でも十分倒せるという感じですね。はい、またよかったら次の動画も見てください。それじゃまた。